はチャンネル、こちらのチャンネルは毎日カレー動画をお届けしているそんなチャンネルとなっております。よあります洋楽バージュークさんに行ってまいりました。こちらはなんとあの新宿にあります花屋さんですねの上海角煮カレーがこちらでも食べれるということで行ってまいりましたんでご覧ください。本日のカレードン。こちらがジュークさんのメニュー表。ジュークさんのランチのメニューは上海角煮カレーのみです。花屋さんで仕込んだものがしっかりこちらで提供されているとのことで、小中大の大きさはライスの量で大で 200g、 他にもドリンクやテイクアウトも行っております。こちらがジュークさんの上海角煮カレー大。そのインパクト大のカレーの一皿は黒いルーが印象的で、どでかいお肉がもちろんこちら、見るだけで柔らかいのが確認でき、 200g は優に超える大きさ。しっかりと中華カレーの香りも漂わせつつ本日もいただきます。本日はまずはカレーのルーの方から。一口食べるともちろん中華風で本日もうまし。とろみのついたカレーがご飯にしっかり絡み合い、相性抜群。八角などの香りが程よく香り、しっかりと中華風なのがいいところ。角煮の方はスプーンの方がスルスルとゼロの力で入っていき、切りやすく凄まじい柔らかさ。中もプルプルトロトロで、これはもはや見ているだけで最高の破壊力のビジュアル。口の中に広がるのはただただ幸せの一言。もちろんライスとカレーと一緒に食べても相性抜群。この持ち上げるごとに大きさを感じれる角煮の大きさ、これはもはやボリューム満点。皆様もぜひお試しを。もはやお肉お肉お肉のお肉祭りで、がっつりとお肉をいただきたい方にめちゃくちゃおすすめ。中華風のカレーとお肉との相性が最高で、時折感じるシャキシャキとしたネギのアクセントもたまらない。中野でも新宿の花屋さんのクオリティがそのままいただけるジュークさん、本日も満腹ごちそうさまでした。どちらでも食べれる喜び。まあね、新宿の花屋さんだったり、中野の、ジュークさん。ジュークさんは中野にある音楽バーなんですけども、ランチ営業をこの度に始めると、にあたって仲良くしてる、花屋さんですね。新宿にある花屋さんの協力のもと、花屋さんで仕込んだものを、こちらの中野でも提供して、食べれるようになったという経緯でございます。全くね、同じものを、いただけるということで、本当にクオリティもそのまま、この大きな角煮がね、また中野でもいただけるということで、どちらかね、近い方を選んで食べに行くのもいいですし、こうね、中野の方は比較的今のところ空いてますんで、スッと入れる状況があると思いますんでね、ぜひそちらの方でもいいと思います。強いて言うならですね、ちょっとね、トッピング類だったり他のものもね、食べれたら、いいなと思いつつも、まあちょっとね、難しいところもあると思います。テイクアウトもやってたりだとかしますんで、そちらでも、楽しめると思います。こちらのジュークさんはだいたいランチ12時から、2時か3時頃に、お客さんの状況を見て閉めるということで、夜は音楽バーとして普通にやってるお店でございますんでね、ぜひ皆さんも行ってみてください。はい、というわけでカレーにとりこな生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日。バイバイ。